サムチャンネルです。はい。今日は今日もいい BGM だね。サムチャンネルの。うん。一見何かわかんないですよね。あ、確かにこの並び何かわかんないね、うん。俺の変遷です。そう。もう僕が、うん、大学だよね。大学で神田と出会ってから、うん、やっぱ偏食だから。偏食だ。同じものを食べ、同じものを飲む。そう。で、まあ、食べ物も今度やりますけど、うん、まず、やっぱ顕著に出るの、飲み物。はい、まず、大学1年の頃、うん、じゃあ、お前、こうなんだよ、多分。俺は。あ、そうなんだ。いろいろとサークル活動とかしてる時に、うん、これを飲むようになったよね。そうだね。で、験担ぎみたいなのが。わかるわかるわかる。ライブ出る前は、そうそうそう。これ飲んだら、気合い一旦入って、みたいな。っていうのやってて、うん、で、トミーの方がモンスターのイメージ強いと思うんだよ。うん。実は俺発信だね。カンタと、それこそカンタと組むまでは、うん。あんま飲んでなかった。知らないでしょ、だって。知ってはいるけど、だからその。あ、でも、ここもこうだわ。多分。あ、そうなんだ。ヘボクモンスターハマって、はい、で、僕コーラ行ったんですよ、この後。うん、これは多分 YouTube の影響。あ、まあまあまあ、コーラ使うから。コーラの企画が多くて、うん、で、飲んで、やっぱうまいな。まあ、やっぱうまいもんね。で、豆乳に行くんですよ。なんで？いや、健康一回気にしようかな。あー、一回ね。じゃあ、豆乳やめて、やめて、本当に最近飲んでみないでしょ。違うって、本当に、はい、腫れちゃうから喉とかが、はい、じゃあ、僕ね、ここの時期まで体調悪いんですよ。より悪くなってるの、こここうなってるんですよ、実は。なんでここで体調悪くなったの？豆乳アレルギーなんだよ、俺。アレルギーじゃん。な、アレルギー知らなかったんだよ。で、ここなんでか、レッドブルの方がちょっと価格高いじゃないですか。小さいのに値段が同じだから、大学生とかはやっぱこれなんだ、うん、ただちょっと大人になってきて、うん、そんな量じゃないぞと、うん、これで健康意識したいよってやつでしょ。そう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 。まあ分かんない、合ってるかも分かんないけど、うん、で一回これが流行って、で、ちょっと何、レッドブルもありかって飲み始めたでしょ、ちょっと。そう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 。いや、それこそ、だカンタが、うん、カンタが飲んでて、うん、じゃあ俺も飲んでみようと思って飲んで、うん、美味しいって。いや、そうだね。で、こっちの方がよくねって なるんだよね。うん、で、僕が気づいたんですよ。カフェインアレルギー、の可能性があるんで。気持ち悪くなっちゃう。断定はされないの？断定されないけど、思い返したら俺毎回、あ、飲んだら、いや、気合は入るんだよ、うん、でも、ちょっと体調悪いの。だからなんか、無理して気合入れてるから体調悪いのかなと思ってたけど、そうそうそう、実は普通にこれを飲んだことによって体調悪いなんですよね、うん、コーヒーとかも、でも俺なってて、今、こっちからこっち絶対飲まない。ああ、まあまあ飲めない。これは飲めない。これも可愛い入ってるから。まあまあ、なんで俺ここ大丈夫、よく頑張ったねって思う。そうね。全部渡っていく橋、全部お前に毒のあるものだよね。で、やっぱこれ、まあこれはね、やっぱこれが美味しいなってなった、ね、そう、美味しいっていうか飲めるのこれしかないな。で、やっぱ健康というか、うん、最近なんか今も喉ちょっと悪くなってるけど、うん、みたいなのがあったりして、なんだろう、飲み物からちょっと。いや、まあカンタはそれこそ本当に野菜食べないからね。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、お前も人のこと言えないけど。いや、でも当たり前のように食べなくて。俺飲んだことないでも、野菜ジュース飲んでみ。あ、それ美味しいよ、本当に。じゃあ野菜ジュースハマんないだろう。まだここお前行った方がいいって絶対。で、俺はだから最近ヨーグルト系飲んでるじゃん。あー、じゃあもう、でもこれもちょっと俺なんかもっと甘いのがいいと思っちゃう。なんかブルーベリーとか。あー、そっかそっかそっか。あー、ここにあのイチゴ入ってるやつとか。え、そんなまだまだ早いわ。嫌になっちゃうよお前それ無理しすぎたら。いや、俺それ我慢して飲んでるもちょっと。いや、まあ美味しくはあるけど、飲めなくはないけど、じゃあこっちってのはある先生、うん、で。でもカンタはあれだもんね、体調崩せないもんね。そうだね、今でもさ、毎日本当に崩してないよね、うん、いや、まあ崩しそうにはなってるけど、2人とも転びそうになってなんとか。そうそうそう、本当に。あ、なんかもう健康についてさ、お互いにさ、もう言うようになったよね。確かに、今ちょっと俺どうとか、そう、ね、もうそろそろ今ちょっと体調悪いって、うん、その聞き合うことで、あ、じゃあ今
俺もちゃんとしなきゃ映っちゃうなとか、そう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 、今考えないとやばい、多分今俺咳出てるからちょっとやばいぞっていう、そう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 、申し訳ないけど、あの動画撮ってる時マスクしてるわけにいかないから、そうそう、でもそれはもうさ、しょうがないからね、そういうのやるようになったもんな、だってもうメインだけじゃなくて、だって年末に向けてめちゃめちゃ動いてるし、そうそう、まあだからこういう感じでやってます、はい、ぜひね、皆さんもじゃあ野菜ジュース飲んでください、はい、以上です。駅でさ、自販機あったら買うやつはやってるでしょ。やるよね。昔からさ、二人とも駅の自販機で絶対買うの。絶対買うよ。絶対幸せもらえるから。お金はなくなってもいいけど。あとでもスイカからだからなくなってないって計算。バイトとかで疲れた日とか。あ、わかるわ。別に喉乾いたわけじゃないんだよね。そう。その時間をね、幸せにしたくて。幸せにしたくて買う。そう。で、それの時大体これ7位。で、やばいもん。俺も今、ほうじ茶。俺ほうじ茶持ってきる。いや、持ってるわ。でもほうじ茶で幸せになれんの？いや、それはなれんの。なんでかっていうと、寒いから。あ、それやってんだ。あったかいほうじ茶飲んで。そう。あったけ。お茶にしたいってのが俺もあって。それは、飲むじゃん。それ、飲みきんなかった時、お茶持って、電車入る人、まあ普通じゃん。うん、ああやばいな、確かに。これ持って電車入る人。ヤンキーだもん。なになになに？ヤンキーヤンキー。これ、さあ、飲みながら電車入る。何すんの今から。何してんの今。レッドブルー持ちながら電車入りづらいね、いつも。あ、でも俺もやってたわ、この時期は。そうそうそう。電車で、リュック背負って、これ空いてる状態で乗った時に、うん、なんかリュック取り出したくて、一回置いた時は。これを床にスッて置いてちょっと整理してるときはこれやばいなって思った。だってこの車両やばいな。だってこれをだって空いたこれを床に置いてあるでもさ、お前もさ、じゃあ座るときにさ、空いてる缶あったら置くだろ。あのポッケに。ああ、やっぱそうなんだよ。恥ずかしいんだよ、見せれないんだよ。これもだって床に置いたらやばいだろ。ポコペン始まる。後ろの窓のとこにレッドブルあるよって なっちゃうもんね、うん、で俺もポッケ入れてた。だからポッケに入るサイズ。そう、だからこっちの方がいい、うん、たまにこぼれるしな。